楽しい会社を作ろう。はい、皆さんこんにちは、小野瀬雅也です。今日は働き方改革、楽しく働ける会社へということでお話をしていきたいと思います。働き方改革っていう言葉はですね、もう何年も前から、出てきてるんですけれども、だんだん浸透してきたというか、いろんな人がですね、当たり前のようにこう働き方改革っていうことを言うようになってきたかななんていうふうに思いますけれども、ただその働き方改革っていうと、時間外労働の上限規制とか年次有給休暇の確実な取得っていうところ、これ規制が入ったので、でいろいろ会社としても対応しなきゃいけないということで、時間外労働が何時間までとか、有給休暇をちゃんと取らなきゃいけないということで会社で徹底するとかですね、そういう動きが、出てきたりしてるので、特にその、働き方改革っていう言葉が、ますますこうみんなの、頭の中にというか全体にこう浸透してきてるのかなと思うんですけれども、この規制が入ってる、その残業をしちゃいけないとか、休みを休暇を有給ですね、有給をきちんと取らなきゃいけないっていう、ここの時間外労働とか、年次有給休暇のここのところに、注目というかこう規制があるので、そこばっかりがなんか意識されてるような気がするんですけれども、それだけじゃないんだぞっていうことですね。でももちろんこれも大事なんですけど、ここだけで働き方改革って、これ改革っていうほどのことかっていう感じが私はします。実際に残業たくさんあるのを残業しなくするようにするのには、それはもちろん改革っていうかね、いろいろ働き方を変えていかなきゃいけないっていうのがあると思うんですけど、でも現実は、実際はですね、特に何にも変えないのに、そのやらなきゃいけないこととかですね、そのやるべきこととか、そういう仕事の内容とか、そういうこと変えないのに、とりあえず残業今までよりも減らして何時間にしろとかって言ってるだけのような気がするんですよね。それじゃあ、それは改革じゃないですよね。であと休みも何日ちょっと休まなきゃいけないんだから、ちゃんと有給取れよって、それだけだとやっぱり改革とは言わないかなというふうに思うんですね。で、もともとですね、この目的っていうのは、働く方々がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現するためにっていうことなんですよね。それぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会、ね、それぞれの事情っていうのは、例えば女性が最初学生から就職してフルタイムで働いてるけれども、結婚して子供ができて子育てをしなきゃいけないっていう時に、フルタイムでは働けないからパートみたいな働き方をするとかっていうのが一つで、これは別に女性に限らず男性でも子育てをする世代の時は、今現実的にそういう人はいないかもしれませんけど、子育てをするしなきゃいけない時は、例えば少しこう労働時間を短縮するとかですね、そういうことができるような社会っていうことですね、一つは。あとは、定年退職した方とかが、いろんな形でその人の事情とか、その人がどのぐらい働けるかとか、そういうところに合わせて、働けるような社会とかですね、そういういろんなことがあると思うんですけど、どうも残業とか、休暇のところばっかりになっちゃってると。で、もともとのその働き方改革で挙げられているのは、長時間労働の是正と多様で柔軟な働き方の実現と、それから雇用形態に関わらない公正な待遇の確保っていうところなんですよね。で、何度も言ってますけれども、この長時間労働の是正っていうところ、有給休暇をきちんと取りましょうっていうのと、残業を、減らしましょうっていう、そこばっかりが、規制が入ってるんで、規制になっちゃったんで、それをやらざるを得ないっていうことでそこばっかりになるんだけれども、でもこの2つ目と3つ目の多様で柔軟な働き方の実現というところと、雇用形態に関わらない公正な待遇の確保、これも、やってくるからこそ、会社の側としてはからすれば、働き方改革っていうものになっていくんじゃないかなというふうに思います。中小企業こそですね、そっちのこの多様で柔軟な働き方を実現するとか、雇用形態に関わらない公正な待遇、これは中小企業に限らないかもしれませんけれども、パートと社員の方が経験がすごく長くて、立場はパートなんだけれども、会社のその業務については一番よく知ってるなんていう、一番じゃないかもしれませんけど、かなりその人がよく知っていて、社員の方がその人に聞くみたいな、そういうことって結構起こったりするんですよね。でも給料のところは正社員の方が高い、パートさんはパートさんなんで安い、時給だし、その、有給みたいなのがなかったりする、ボーナスもないみたいなんですね。でも、
仕事はその人が知ってるみたいなことがあったりするときに、雇用形態でによってその給料とかが決まるんじゃなくて、同じような仕事をしてれば同じような同一労働同一賃金ですよね。まあ、そういうところに、まあ、完全にそれができるかどうかは別ですけれども、それを努力、その努力をするってことですね。そうすると、中小企業で、まあ、いろんな状態でいろんな状況で働いている人たちがますもっとこう戦力になっていくっていうことが、ね、あるんじゃないかと思います。例えばシングルマザーの方が社長やってる会社で、シングルマザーなので、まあ、子育てしながら働いてきたわけですけれども、なので、まあ、子育てしながら働いてるお母さんに、まあ、主婦が社員として来ていて働きやすいようにいろいろ工夫をしている会社なんていうのもありますけれども、まあ、いろいろですね、その会社の働いてる人たちの、まあ、いろんなメンバーの顔ぶれとかを見つつですね、柔軟にこう、この柔軟な多様で柔軟な働き方とか、それから雇用形態に関わらない公正な待遇の確保とか、そういうところを努力することこそ取り組むべきところなんじゃないかなと思います。でこれに取り組むときっと、まあ、本当に改革になるし、この会社で働こうと、この会社は自分のためっていうわけじゃないんでしょうけども、自分が働きやすい環境を作ってくれる会社なんだということで、より頑張って働こうっていうふうになっていくと思いますので、まあ長時間労働をですね是正するってことももちろん大事なんですけども、その他のところもしっかりと取り組むっていうことが大事なんじゃないかなと。で、その時に考え方として、政府主導の働き方改革、政府がこう働き方改革って言ってこういうことをやってるから、だからそれに対応しなきゃいけないっていうことで、例えば規制があるからその規制を守らなきゃいけない、もうしょうがねえな、もうこうな決まっちゃったからこれやんなきゃいけねえんだよみたいな感じでやる、もうそれももちろん最低限やることなんですけど、それだけじゃなくて、それをまあ一つのチャンスと捉えて、より一本踏み込んで、で、取り組むことによって他の会社との差別化にもつながる可能性があるんじゃないかと思いますので、ぜひですね働き方改革をして、それで、楽しい会社を作るということに取り組んでいただけたらいいかなというふうに思います。今日は以上です。ありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございました。今日も良い一日をお過ごしください。チャンネル登録もお願いいたします。